川田模型は、ラジオコントロールモデルを製造、販売する、模型メーカーである。本社所在地は、愛知県と岩橋市,市、自動車のラジオコントロールモデルを主力とする。特徴として、通常のメーカーは、過去に生産販売した車両の補修パーツの販売は、生産中止から、ある程度の年数が経過すると販売を中止するが、川田模型では創業当時の RX430 をはじめ、 過去に販売したキットの補修パーツなどを80%の割合で在庫し販売している。これは川田朱元社長の長くユーザーに使ってもらいたいという方針からで、同社製品を長く使っているファインユーザーも存在する。SV-10 シリーズ1、10スケールツーリングカーモデル、同基本設計のドリフトパッケージも存在。RX431、12スケールの ラジオコントロールカーキット、チェーンドライブで 2WD と 4WD の切り替えが可能。同車種を使用したポルシェ911彼らのキットも存在。M300 シリーズ1、12スケールのレーシングラジオコントロールカー、M300RSZRSRX とベースデータをもとに進化、同車種と基本構造を 同じとした入門者モデル M300GT も存在。M300FX3 フロントサスに小型チューブダンパーを装備した SDS フロントエンドを初採用した M300FX42016 年12月発売のハイエンドモデル。ステアリングにはミニサーボを使用。ホイールベースは 200mm。サーボ取り付け位置は通常、前の背フローティングの3通りから選択可能で、 オプションのジュラルミンシャーシにすると、フローティングと前の背の二通りになる。M300GT シンプルな構造で入門者向け、スポンジタイヤではなく、ゴムタイヤを採用し、ホイールベースはミニシャーシと同じ 210mm としてリリースされた。M300GT-R カーボンシャーシ使用 M300GT リンク2015年1月発売。 カーボンシャーシに SDS フロントエンドを採用。ホイールベースは 7.5mm 刻みで212から 242mm の範囲で変更可能。M24 トリップメート1、24スケールの手のひら、サイズラジオコントロールカー。ホイールベースとトレッドが可変できるため、他社製の同スケールのプラモデルのボディを少しの加工で搭載することができるようになっている。 JN 化全日本選手権など、レース活動への参加も積極的で、川田茂社長も過去に全日本選手権で、好成績を残している。過去に川田模型の車両を使い上位入賞をした選手。ありがとうございます。